はい、皆さんこんにちは。今回はですね、グフの日ということでね、9月2日グフの日ということでね、こちらの方のね、グフランバラルカスタムね、グフカスタムですね、はい、仕上げていきたいと思います。まあデカール貼ってね、ちょちょいと汚しを入れるぐらいでね、やっていこうかなと思っておりますが、はい、何かゴミがね、ここにマスキングのですかね、はい、ついてましたね、はい、デカールはね、今回、こちらの方のね、オリジン用汎用1デカールと、これが何か忘れましたけどね、あ、ユニバーサルセンチュリージオン軍モビルスーツ用ガンダムデカール28と、まあ同じものですね。最初のやつの同じもののなんとなくこうね、いっぱいランバラル用のがありますのでね、仕上げていきたいと思います。じゃあね、早速貼っていくんですけどもね、まあそれほどね、ゴテゴテした感じに、しないでおこうかなと思っております。今回ね、あ、まあ、シールドをね、あとね、こうね、ここがね、こことね、こう見てもらったらわかりますかね、これね、研ぎすぎてね、ちょっと怪我するレベルのねやつになっちゃってますんでね、はい、いいよのね、こうもうね、ちょっとね、ここ先の方でキューってやったら皮がちょっと1枚2枚薄皮にこう傷つく感じのレベルに尖っておりますのでね、ちょっと気をつけながらねやっていこうかな。やりすぎは良くないというね、ここら辺もね、こうもう超痛い感じになってますからね、はいまあやっていこうかなという感じでございますね。はい、まあ武装を外してねやっていきましょう。よっ、まあね、グフカスタムなんでかなりマッシュな感じなんでね、まあ、仕上がり、あとまあちょっとね、ポンポンとちょこっと汚していこうかなと、まあ、デカール貼ってからですね、はい、思っております。ではね、まあデカール貼り終わるまでスキップいたします。はい、デカール貼り終わりましたという前にね、ちょっとガチャガチャしてきましたんでね、はい、ご紹介しておきましょうね。ちょっとね、お昼ご飯を食べに、商業施設に行きましたらね、ちいかちゃんの新しいガチャガチャがね、入ったばっかりということでね、大分県は今日入ったばっかりね、お動画上げてる日に入ったばっかりということでね、やってまいりましたよ。はい、あのチーカー好きの方にね、今日発売のガチャガチャとかね、別動画で出したらね、また再生数もいくんでしょうけどね、チーカー好きの方は勝手にね買うと思いますのでガンプラ好きのね、お兄さん、おいさん、おじいさん、初老の方とかね、ね、見ていただいて、ちょっとね、まあ、ご家族であったりとかね、恋人であったりとかね、受けが良くなるようにね、はい、チーカーちゃん利用しましょうということでね、なんかこう避けてますね、人で、人で、星って書いてますね、星です。人手の怪獣みたいに見えますけど、なんか下げてる、下げてますね、ここね。なんでしょうどんな感じになるんでしょうか。はい、チーカは消し消し消しゴムコレクションということでね、これなんか消しゴムに使えるということでね、まあ私も愛用していこうかなと思いますけどもね、はい、何の説明もないですね何の説明もないけど、これなんか、どういうこと？あ、やっぱりこう割れますね。なんだ？なんでしょうこれ。何も剥がしたらいけないですかね。剥がしたらいけない感じのやつ剥がしましたね今ね。はい、星。これね、こんだけやってきました。なんでかというとね、なぜかというと、2セット揃うまで買ってまいりました。もちろん私用と娘もね、チーカー大好きでございますね。娘用とね、2セット買ってまいりました。いいね、こういう感じでやると家族にね、理解が得られて自分の趣味がスムーズにできるということでね、これ1回、300円ね、何個だ、2、4、6、8と
3300円使ってね、はい、家族の印象を良くしておこうという作戦でございますね。やっぱりこういうね、細かな心遣いがね、お互いしていくと家族の仲も保てると思いますので、ね、ぜひ、ガンプラ大好きニキたちもね、周りの女子たちに気を使いながら趣味のガンプラやっていきましょうということで、ね、これちいかわちゃんですね。ちいかわちゃんもうなんか首取れますね、まあ、首だけでね、かわいいね。おクマも取れますよ、はい、いいですね。これ改造してクマだけとかもできるかもしれないですね、はい、こんな感じで。これも消しゴムとして使えるという話なんですがね、まあ、使おうとする方はながらちいかわね、2個目ね、はい、3個目ね、はい、シークレットはないのかな、はい、うさぎが2つ、うさぎがね2つ出なくてね、だいぶやりましたよそして、次回4つ目、はい、4つ目欲しいも2つ目ね、はい、で、ハチワレちゃん、ハチワレちゃん、チーカはチーカはむっちゃ出ますね、はい、はい、コンプリートということでね、全種類揃いました。かなりね重たい感じがします消しゴムですからね多分ね、はい、そして、ウサギは草むしり3級という免許を持ってますね。こんな感じね、見えるかな、はい、草むしり3級ね、あ、かわいいですね。まあ消しゴムなのでね、はい、消しゴムとして使う方は使ってみてくださいね。8割の8割部分も分解できますね、はあ、こんな感じでね、はい、そして、ついでにね、筋肉マン消しゴム、消しゴムじゃないですけどね、筋消しの最新弾もございましたので、ね、やっていきました。はい、まあね、筋消し私大好きで、ね、実はね、いっぱい買ってるんですけどもね、なかなかね動画にするほどね、はい、詳しくもありませんのでね買ってまいりましたよという紹介だけね、ラーメンマン、はい、ここね、ウォーズマンにえぐられた、ね、脳みそをかき回されたやつの方のね、モンゴルマンのマスクをこうなんかやって傷塞いでるみたいなやつですね、はい、これカラーがあるらしいんですけどね、はい、カラーよりも金消しはやはり色ついてない方がね私好きなんでね。そしてこのねペールオレンジっていうらしいんですけどね、多分ね、はい、よりも青いやつの方が、はい、好きかなと思います。種類の方こんな感じ、金消し20段ということでね、はい、筋肉マン、ラーメンマン、テリーザキット、ランページマン、コーラルスペシャル、あれ喧嘩スペシャルって書いて、多分コーラルスペシャルだったと思うんですけどね、当て字ひらがな振ってないですね。そして、ロビンスペシャル、私大好きロビンマスクね、はい、のラメマンの ペールオレンジ、あれペールオレンジだった、ペールオレンジってことですね、はい、ペールオレンジね、肌色って言ってましたけどね昔ね、はい、肌色の金消し当たったみたいなね、喜んでましたけどね昔ね、はい、そして、筋肉マン、筋肉マンね主人公ですけどあまりね人気がない筋肉マンね、毛が鍵になってですね、はい、筋肉マンも最近ねまた神様に挑むみたいなね話になってますけど、漫画の方ね、こんな感じ、はい、首もげそうになってますけどね、もげるんじゃない、あ、もげない、はい、もげそうになるですね。なんか金消しもなんかちょっと体つき変わってね、なんか造形の方変わられたのかなっていう感じしますね、はい、そしてコーラルスペシャルね、ネプチューンマンね、はい、
まあ、元ケンカマンっつってね、ケンカマンっていう名前ね、なんかすごいバカにされてる感じがしますよね。まあ、パーフェクト超人同士でね、これもなんか造形があれですね、あの新しい感じになっててね、はい、まあ、あまり、あれですね、私も昔の感じが好きなのであまり自立しないみたいなね、はい、どこら辺に載せるのが正解なんですかね、これね。やっぱこう、こうでいいんですね。はい。あ、自立しましたね。ちゃんと載せると自立するということでね。そして、これが何でしょう。ランページマン。ね。はい。ランページマン。ね。なんか、これは昔の金消しにね、体型が似てるというかね、はい、いい感じですね、はい、そしてはい、はい、テリーザキットね、はい、テリーザキット山ほど出たんですよ、前やった時ね。そしてテリーザキットしか出なかったんでね、3回ほどやって諦めましたけど、今回、無事にね、これで全種類出ましたということでね、はい、まあなぜかね、何ですかね、何でも買いますみたいなお店あるんですよ、中古屋さん。そこに入ってるガシャガシャでするとね、テリーザキットしか出ないでね、不思議な現象が起こってましたけどね。はい、ロビンスペシャル、マリポーサですかね、これはね、マリポーサをロビンスペシャルでやっつけてるところですね。お、すごい立ちますね、これね、すごいですね、いい感じですね。まあこんな感じでガチャガチャしていきましたよということで、はい、ということで、デカール貼り終わりました。はい、こちらもうデカール貼ったらかなり色も変わったでしょ。そうですよ、はい、これはだいぶ前に作ったね、TT 招待隊長機ね、1号機1番機の、うん、TT 隊長が乗る、 TT 隊が乗るね、 TT 隊って言うとね、 TTT なんですけどね、はい、グフカスタム、カスタムですね、グフをカスタムね、はい、グフカスタムじゃないんですよという話をしてましたけどね、グフをカスタム、はい、かっこいいでしょ。こんな感じでね、はい、やってみますよということでね、はい、今回作ったのはこちらね、はい、ランバラルヨグフカスタム、カスタムね、CC ね、はい、はい、こんな感じでデカール貼ってみました。はい、かっこよくないですかね、デカール合わせてね、こんな感じでやっております。はい、まあ後ろもあっさりね、まあ特徴的な感じにしたいなということで、あまりゴテゴテね、いつもみたいにデカール貼るのやめときました。こんな感じで、はい、それをこれをねポンポンと汚していきますよということなんですけどね、その汚すところ、まあ時間がねちょっとだいぶ経っておりますのでね、ガチャガチャの紹介なんか挟んでくださいね時間が経っておりますのでね、明日以降の動画でポンポンと汚すところをねお見せしようかなと思っておりますので、ね、引き続き見ていただけたらと思います。はい、こちらの方もね動画ありますのでぜひ見ていただけたらなと思います。はい、でポンポンと汚すのは100均のメイクパフ、パフ、ね、プレストパウダー用ということで、ね、よくわかんないですけど、ね、プレストパウダーというのはね、これでねちょっと汚していこうかと思ってます。明日以降の動画でね、これが出なかった場合は失敗したと思っていてくださればいいんでね、はい、今回はグフの日ということでね、グフをカスタムとグスグフカスタム、カスタムをね、ご紹介。そして金消しとチカちゃんね、チカちゃんねでございました。はい、まあ、こんな感じでね、ゆるい感じで動画やっていきますので、ぜひ皆さんも、はい、
趣味をね、ゆるりと楽しんでいただければと思います。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、もう一つチャンネルやっております。本当は2つやってます。大体食べたら RC ラジコン動画ってね、ここおしゃれでしょ、いうのでね、ラジコンの走行動画上げておりますので、ね、ぜひそちらも登録して応援してあげると嬉しいです。おしゃれこのね、継ぎ目で、ね、はい、アップしておきましょう。おしゃれ真似していいですよ皆さん。それではさよなら。